はい、ソムニウムファイル続きからやっていきたいと思います。前回は、瀬島のところに来て終わってますね。同じ顔のボディーガードさんが2人、俺のことを睨んでいる。まあ、とりあえず瀬島に話しかけましょう。ウィス？なんだこれ？え？なんこれ？あ、サーモグラフィーね。サーモ。焦ってる？ギンギンに焦ってるね、これ。もう真っ赤っかじゃん、体。隠しきれてない。突然瀬島の体が血まみれに。なんで？どういうボケ？サーモグラフだ。言うまでもなく。まあ予想通りの結果だな。うむ。問題はどうやって吐かせるかだが。だいぶ焦り散らかしてるよ。翔子に電話したことを瀬島に認めさせるには、銃で恐喝、電話をかける、爪を剥ぐ、金で誘惑、電話をかけるじゃない。相棒、さっきのスマホに電話を。翔子の回線を使って。わかった。あ、繋がった。出ないのか？名波翔子からの電話だろ？俺がかけさせたんだ。なんだと？その着信は間もなく終わる。3、2、1。ほらな。ああ、確かに私は電話をかけた。2日前の午後9時過ぎ、名波翔子に。おっと、開き直ったか。開き直るも何も、私にはやましいことなど何もない。よく言えるな、お前。だったらどうして嘘をついた？巻き込まれるのが面倒だったからだよ。まさかとは思うが、私を犯人だと疑っているわけではないだろうね。私が電話をかけたのは翔子が亡くなった後だ。もしも私が犯人なら、そんなことをするはずがない。まあ確かにな。だからこれはただの事情聴取だ。令状はあるのかね。だろうな。とにかく私は失礼するよ。え、なんかあっさり逃げられそうなんだけど。では。瀬島が屋敷の方に向かって去っていく。引き止めようとした俺の前に2人のボディーガードが立ちはだかった。さあとっとと帰ってくれ。つまみ出されたくなかったらな。何も話聞けなかったじゃん。マジ？あ、UFO だ。並び職を知ってるか。最近の瀬島の変わったところは。あ、これいいんじゃない。いや、特にないな。政治家ってのはおかしな人種だから、いつも変わっているとも言えるが。軽くディスったよね。なんか嫌いなんじゃないこれ。七海翔子知ってるか。知ってるが、会ったことはない。ニュースで見ただけだ。あ、UFO だ。あ、UFO だ。ダメか。ボディーガードはピクリともしない。あ、モスマンだ。どういうこと？あ、モスマンだ。ダメか。ボディーガードはピクリともしない。あ、おばあちゃんだ。あ、おばあちゃんだ。いろんなパターン来るやん。ダメか。ボディガードはピクリともしない。あ、エロ本が落ちてる。あ、エロ本が落ちてる。どこだ。お前、マジエロガキだな、このゲームに出てくるやつら。少しだけ彼に好感を抱いた。仲間意識抱いちゃったね。ボディガードが立ちはだかっている。まさかの主人公と一緒のタイプだったのはな。エロ本の時だけ反応してしまうんだね、ボディガード。瀬島のアリバイ。2日前金曜日の午後5時頃、瀬島がどこにいたか知ってるか。ここだ。このお屋敷にいた。他に証明できる人間は？家政婦が見てるんじゃないか。瀬島と翔子の関係。さあな、我々は何も知らん。仮に知っていたとしてもプライベートなことを話すわけにはいかないんだよ。伊達、ちょっといいか。どうした？瀬島が移動を始めた。何？おそらく車だ。なんでわかる？逃げようとしてんのか。 GPS だよ。瀬島のスマホをハックしたんだ。レンタルの方ではなく、本人名義で登録されている方法。どこに向かってる？さすがに目的地まではわからない。だが、とにかく東の方だ。東？追跡しよう。了解。ボディガードの会話終わっちゃった。まあ、エロ本の話できたからよしだな。飛ばしてるね。なんかイリスの時以来じゃない？こんなに飛ばしてんの。お、これ沖浦水産じゃない？え、違う？ほら、やっぱり沖浦水産。
ここで前瀬島はボスに殺されてたのか、どうなんだろう。開けっぱなしで出て行ったけど。瀬島のやつここで何よ。だてすまん。どうした、電池がない。どうした、バッテリー切れだ。マジか。仕方がない、右目だけでも十分だろう。俺は片目の視界を失ったまま瀬島が出てきた倉庫へと足を進めていった。なんかありそう、面白くなってる。なんだなんだ、あからさまに怪しいのあんぞ。めくるの怖。ここでイリスと太田は殺されてたんだよな。前はフォークリフトだ。視点変えても別に大した変化はなさそうかな。まあ、ちょっとこれ見てみようか。白い布、台の上、白い布に覆われた何かが乗っている。これはなんだ、え、死体、そんなことある。まさかイリス、え、いつ殺されたん。イリス、え、あ、そっか、いなくなってたもんな前回。こんなあっさり死体になって出てくると思わなかった。相棒、充電状況は。現在 2%。 少ない。電話はできるか。電源に接続されているため可能だ。それより一体話は後だ、ボスに繋いでくれ。今回あっさりだな。なんか特に関係もなくいきなり殺されたな。伊達くん、どうしたの。死体を発見した。え、間違いなく他殺だ。背中に複数の創傷痕、しかも片目がなかった。そんな。場所は江東区有明4丁目沖浦水産冷凍倉庫。外車は左岸イリスだ。それって。詳しいことは後で話す。とにかく大至急現場に捜査班を。あ、それからもう一つ、国会議員の瀬島奏、奴をアビスに連行してくれ。ちょっと待ってよ、どうして。責任は全て俺が持つ。だから、まあ、瀬島完全に見てるもんな。あれ、分かったわ。生放送の後いなくなったってことでしょ。めっちゃ思い出蘇ってくるやん。でもなんで水木の夢に出てきたんだろうな。まんま一緒だったもんね。だって私近いうちに死んじゃうから。くそ。え、なんだ、うーんだよもうこれ。イリス助かるルートがあんのかなこれ。なんかどんなルート行ってもなんかむごい殺され方しそうな気がする。とりあえず瀬島の脳内見るんじゃねえか今回は。あ、いる。あ、今回の呪文は瀬島からなんだ。私をこんなところに連れてきてただで済むと思うなよ。ただじゃ済まないのはお前の方だ。まあまあ伊達くん落ち着いて。サガンイリスを知ってるな。いや知らんな、聞いたこともない名前だ。本当かどうかはわからない。だが仮に名前を知らなくても、瀬島がイリスの名前を知らないとしても、イリスの死体所見、イリスが殺害された事故、イリスの死体発見現場、支援2時の来訪者、イリスの写真、冷凍倉庫から出てきた瀬島の映像。どれだろう。これ多分これかこれなんだよな。イリスの死体発見現場か冷凍倉庫から出てきた瀬島の映像。まあ、これか、これが安牌だろう。瀬島は死体発見現場である冷凍倉庫から出てきた。その時の様子を相棒はしっかりと記録していた。ナイス。ギリギリバッテリーが切れる前だったからな。じゃあこれ、あ、これどうやって選択すればいいんだ。あれこれ違うの。どういうこと。
あ、選択できない。なんで？あ、そういうことか。俺がタッチしてるとこっち消えた。これだ。あ、いいって。あ、関係ないって言われた。じゃあこれだ。え？嘘。本当に言ってる？全部違うって言われてるんだけど。発見現場。え、発見現場も違うんだ。深夜2時の来訪者。え、これが瀬島ってこと？違うでしょ。イリスの写真？あー。このあれか。凝り付けになってメタ刺しのイリス見せるのか。いや違った、こっちか。俺はイリスの写真を瀬島の前に置いた。彼女に会ったことはないな。冷静なんだけど。じゃあ死体を見たことは。死体？お前はイリスの死体を見たはずだ。何を根拠にそんなことを。あ、でこれで冷凍倉庫が出てきた瀬島と発見現場か。イリスの死体は沖浦水産冷凍倉庫で発見された。で、だから何だと言うんだ。この状況下でしらばっくれよってすげえよな。白い布自分はめくってませんよって言いたいのか。だとしてもあそこに何の用があって行ったんだって話になるしな。え、俺は席を立ち部屋の隅に向かった。そこにあった PC のモニターを掴んで戻り机の上に乗せる。こいつが根拠だ。アイゴ、再生を頼む。了解。がっつり映ってるね。なるほど。撮られていたのでは仕方がない。死体を見たんだな。いや、確かに私はあの倉庫に行った。だが死体など見てはおらんよ。嘘をつくな。本当だと思う。だったらどうしてあんなところに。黙秘する。うわ、なんだと。黙秘すると言ったんだ。日本国憲法第38条で保障された正当な権利だよ。一応こう見えても国会議員なのでね、憲法の条文ぐらいは知っている。あの伊達くん、ちょっといい？なんだ。死体を見たかどうかなんてこの際どうでもいいでしょ。先生はお忙しい方なんだから、あまりお引き止めしても。え？かばうの？でもなんか前回のルートでボスは瀬島殺してるよな、確か。要するに遠回しな質問はやめろと。私もそう思う。あ、そういうこと？伊達は瀬島がやったんじゃないかと思ってるんだろう。少なくとも何らかの形で犯行に関わっていると。ああ。だったらまずはアリバイでも聞いたらどうだ。瀬島にアリバイを聞くにはイリスが殺害された時刻じゃない？イリスが殺害された時刻は本日未明午前2時から3時の間と考えられる。お前はその頃どこで何をしてた？昨夜は徹夜で麻雀を。場所は新宿三丁目のドラドラという雀荘だ。国会議員が雀荘に？雀荘といっても一般庶民が入れるようなところではない。麻雀なら卓を囲んでいた相手が3人はいるはずだが。そこはフリーの雀荘なんだよ。3人とも見ず知らずの他人だった。だって調べてみた。その店は個室形式の小さな雀荘だ。店主が一人で切り盛りしている。個室形式ということは他の客からも目撃情報は得られない。店主が一人なら口裏を合わせることも可能。おまけに打っていた3人からも裏が取れないとすると、アリバイはなきに等しい。瀬島、やっぱりお前が。よしてくれ、バカバカしい。君は名波翔子の件でも私を疑っていたね。まあ電話出ちゃったしね。私は誰も殺してなどいない。翔子もそのイリスとかいう女の子も。まあでもなんでイリスが殺されるのかわかんないよな。なんか翔子とかはまあ確かにさ悪いことしてたし、誰かしらになんつうんだろう、こう恨まれたりとかしてそうだけどさ、イリスとか太田は、まあ太田はあれか巻き添え食らっただけか、イリスとかはマジで関わりあるようには思えないんだよな。そもそも私が彼女を刺したとするなら、どうして冷凍倉庫なんかに。待て、今なんて。今刺したって言ったね。瀬島は口を閉ざしている。
だが俺ははっきりと覚えていた。瀬島はこう言ったのだ。私が彼女を刺したとするなら、知ってるね。やはり瀬島は死体のことを知っている。なぜなら、イリスの死体所見っていいのかな。イリスの死体は凍りついた状態で発見された。右目からは眼球が抜き取られており、背中には複数の刺し傷が。他に目立った外傷はなかったことから、この刺し傷が致命傷になったものと思われる。傷口の形状および大きさから、凶器は鋭利な刃物、おそらく料理用の包丁と推測される。まあ、これだね。俺はイリスの死因について一言も言っていない。なのになぜ知ってる。イリスが刺されたと。それはその、完全に口滑らせたね。瀬島、お前がやったんだな。バカなことを言うな。だったらどうして知ってたんだ。言い逃れはやめろ。ボス、シンクの許可を。こいつの頭を覗いてはっきりさせてやる。わかったわ、伊達くん。シンクして。まあそうなるわな、これはもう見た方が早いし。瀬島さんには薬で眠っていただきました。大丈夫、いつも使ってるやつですから、シンクに影響はありません。はいはい。伊達くん、始めるわよ。ああ。6分間の制限時間のこと、忘れないでくださいね。しつこいんだよ、お前は。では、開始します。始まるな。水木の夢に出てきてるのもおかしな話なんだけど、でそこがどうつながっていくのかがすげえ気になるんだよな。うわあ。なんだなんだ、なんかモアマ出てんぞ。いやいや、どういう登場。フォークリフトルすごい登場してきたんですけど。事故ってる事故ってる。元気だな。見たか、私のドライビングテクニック。吹っ飛ばされてたけど、フォークリフトにぐるぐる回されてたけど。ああ、思いっきり事故ってたが。違う、私はただブレーキとアクセルを踏み間違えただけだ。告白。そういうのを事故ったって言うんだよ。これは。そらしたな。いいから周りを見てみろ。木浦水さん。よとた、うん、一言で言うと異様だな。瀬島のひん曲がった根性を反映してるんじゃないか。ここまで一貫性があると逆に好感が、いや持てないな。ああ気分の悪い夢だ。何か隠してるからこんな箱ばっかなのかな。早く手がかりを見つけてここから。え、イリス生きてるよ。イリスだ。ここで一体何を。生きてるイリスを目撃してるのか。夢に出てくるってことは。よとと。あ、これ誰かに狙われてたんだ。いやもうかわいそうやんこんな。最悪。イリス。瀬島見てるじゃんこの光景を。中に入れないのか。ああ。さっきの人影は。ここは瀬島のソムニウム。シンク中。我々は三人称的な視点から対象者の夢を経験する。つまり瀬島ってことか。わからないが、おそらく。何度もこのシーン見せられるの？もう極悪すぎる。どういうことだ。悪趣味だよ。この歪んだ空間の中だけ時間がループしているらしい。時間がループ？おい、なんとかならないのか。瀬島はこのシーンが好きで好きでしょうがねえのかな。なんとかって言われても最悪。こんな光景を何度も何度も見続けろっていうのか。もちろん私だって見たくはない。じゃあ助けてみるか。そうすれば瀬島が知っているイリスの像から何か聞き出せるかもしれないし。よくわからないが、とにかく。ああ、どうにかして、イリスを救出しよう。わかった。イリスの像ってどういうこと？
だがそのためにはまずあのバカでかい木箱が邪魔だな。もうとりあえず進めていくか。ソムニウムスキャン開始。なんかアイブを見慣れすぎてちょっと可愛く見えてきたんだよな最近の姿。最初の頃エビとかどうとか言われてたけど、これ開けたらさ、氷漬けになったイリスとか出てきそうじゃね。すげえそんな予感がする。おー、なんか今回アクティブだね。こんな動き多かったっけ前なんかやたら動き多くない。うん、メダルロックは3で終わり。もう絶対4。なんでそんなとこに4があるの。まあ、とりあえず了解。分岐はあんのかな今回も。ん、襲われているイリスを逃がせ。襲われているイリスを逃がせば瀬島の秘密を暴けるかもしれない。もうここで逃がしたとしてもイリス助けられないってのがな、辛いんだよな。あ、分岐なさそうだね今回。逃がすには火箱を動かすにはフォークリフトな気がするが、どうなんだろうか。ちょっと動いてみようか。巨大な箱、まあ、これから見てみるか。巨大な木箱だ。殴れ、押せ、調べろ、押してみる、邪魔とか言ってたもんな。まあそうだよな。ダメだ、こんな大きなもの動かせるわけがない。しかし邪魔だな。ダメっか。したらフォークリフトに乗ってとかってできんのかな。どうなんだろう。フォークリフトだ。ケレ、運転しろ。わあ、なんかついてきそうだけども運転しよう。うむ、任せろ。動いた。ドリフトキングの異名を見せつける時が来たなやめろやめろ、危ない。さっき思いっきり事故ってたが、それにフォークリフトは前輪駆動だし。おうおお、でもなんか動かしてる動かしてる。落ちるよ落ちるよ落ちるよ。何してんのこの子生きて帰ってきた。元気？あー、なんかとりあえず開いたけど。何か出てきたぞ。何これ。飛び込めばボーナスステージへ行けそうだな。お前の頭はハッピーセットか？え、行く？もう行くしかないよね。突如出現した謎の空間だ。小石を投げ込め、手を入れろ、呼びかけろ。手入れる？ここはちょっと体張ってみようか。ここに？そうだ。手を？そうだ。お前ならできる。仕方がない。あれ？はい、あ、入った。おおおおおお、そんなどかし方ある？予想外すぎたわ。おお、なんかこんな感じのボスキャラ見たことあるぞ。わかるかも。イリス逃げれるよ。ああ、逃げた逃げた逃げた。なんかちょっと お尻エッチやないまたここで詰まるの？せっかく逃げれたのに。うん、また近くで惨殺されるとこに出てくる。悪趣味すぎるんですけど。あの木箱の山も邪魔なのか。一つずつどかしている暇はないぞ。あのクレーンが使えればいいんだが。あれで吹っ飛ばせばいいんか。巨大木箱を除去し逃げ道を確保した。伊達くん、残り5分よ。どっかがあの向こう側に続いてんのかな、この倉庫の扉ってやつ。倉庫 G の扉。お、なんか怪しい。倉庫 F の扉。なんかモワモワしてるね。こいつだけ怪しくね。倉庫への扉だ。中は見えないが。覗け、入れ、入ろう。どうなる？どこ行った？おクレーンの方行ったんじゃないこれ。倉庫の中に入ったはずだが、ここは、ん、あ、どこどこ。あ、でもなんか調べられるものが。あ、操作版 A だって。あ、
これでクレーン、なんでこんなとこにあんの。どっからデーゲン取ってんのこの操作盤は。お前か。はい、これは何かの操作盤か。あ、これでクレーンが起動するのか。レバーを上げろ、核撃超必殺技入力しろ、やめろやめろ。レバーを上げればいいんじゃないか、こういうのは。ふっ、ダメだ、動かない。あら、なるほど、これでダメなら。え、ダメなら操作盤だ。残り4分を切ったわ。ふっ、ダメだ。え、なるほど。え、なになになに、操作何もしちゃいけないってこと。格ゲーの超必殺技を入力する。絶対違うと思うけどやってみるか。人間には入力が難しい例のコマンドのことか。ああ、GH のレイジング。わかんないわかんない。任せろ、そして黙れ。いや待て、この形状のレバーでそのコマンド入力は。やってみたら意外とできてしまうかもしれないぞ。絶対できないじゃん。とりあえずやってみるか。できたら驚くよ。いや、なんかいけそうな気がしてきた。いや、動いたよ、本当に。いやー、もう下げるのと上げるの超無駄だったじゃん、俺。まさかガチャガチャやる方だったとは。お、動いた。もう予想外すぎ。場外、すがすがしい KO だ。これでとりあえずまたイリスの逃げ道が確保できた。あ、これで倉庫に今度逃げ込んだんだ。あの隙間さえ通れれば。今度はドラム缶を動かせば。音が生々しいよ、さしてる音。時間がまあまあやばいな。ドラム缶って言った。どこに逃げてった。てかこっち側でいいの、行くの。取れる、これ取れないね。一回帰っていいのかな。帰るか。戻りまーす。倉庫へ。はい、入れ。三河屋でーす。何今の。なんでサザエさんのネタ急にぶち込んできた。んで、ドラム缶つったな。こっちから来たんだよな。ってことはあっちに向かっていけばいいのか。クレーンがあって。残り2分もないわ。やばいやばい。伊達くん、急ぎなさい。ああ、もうほらほら、もう事件起きてる。これ？倉庫への扉だ。耳を当てろ、ノックしろ。ノックしてどうにかなんのか。一応ノックしてみっか。誰かいるか？無反応だな。まあ、そうだな。誰かいても反応するわけがないか。なんか9分の1って今なかった？倉庫への。これなんかいいアイテムじゃね。9分の1もらっとこう。荒い息遣いが聞こえる。まるで何かに興奮しているような。マジ下着泥棒ってわけじゃないだろうな。凍ったせ、あれじゃね、凍ったイリスの死体。瀬島興奮してんじゃねえの。ド変態野郎だな、マジ。ドラム缶をどかせっつったもんな。この辺でなんかどかせるようなアイテムあっちゅう。ごめん、ゲーム消しちゃった、間違って。この辺で消せるアイテムなんてあんのか。残り90秒来てるんですけど。なんか光ってる。ん、これ違うね、アイテムだね、これ。なんだ。相棒アイゲット。クレーンもう一回使う。じゃあクレーンだ。タックルしろ、何か投げろ。乗れ、まあ、乗れか。安牌じゃねえか。アイテム使ってみようか。じゃあ2V1 使っとく。あー、 9V1 使おうか。また9、いやー、 2V1 にしとこう。はい、乗れ。これで乗ること自体はやぶさかではないが、上に乗るための足場が見当たらない。よじ登れないか。うーん、え、登れないの。そう、クレーンだ。タックルさせてみる、もうとりあえず。今回もまたこれ失敗しそうだな。せりゃ、まあ、試しておいてなんだが、力ずくじゃ無理があるな。動かすなら別の方法を探した方がいい。足場を作れってこと？でも木箱動かせるの？アイコ動かせるような木箱ある？これ？クレーンの木箱？ん？あ、いた。クレーンに吊り下げられていた木箱だ。殴れ、押せ。押してみるか。じゃあ10秒押せ。
まあ、無理だよな、上繋がってるし。ダメだ、地面にくっついているか、あるいは中身が相当重いか、もしくは相棒が非力か、ないしは伊達の指示が悪いか、はたまた相棒が怠け者か、お互いになすりつけ合ってる。そうでなければ伊達の口が臭いか、ただの悪口。伊達黙っちゃったじゃん口臭いでちょっと気にして黙っちゃったじゃん。あと1分よ、急いで。すごいせかしてくる。もうどうしようもなくね、俺じゃあ。まだなんかある？あれから、こっから来たんだもんね。多分ここは関係ないから。この木箱しかないんじゃない？クレーンに吊り下げ。殴る？殴ってどうにかなるもんだと思えないけど。おりゃ？だよね。え？もう罪だよ、罪これ。もうあとやっぱクレーンでなんか投げてみるしかないんじゃない？投げろとかってあったよね。クレーンだ。何か投げろ。じゃあ投げてみようか。はい。この石でいいな。もうなんかちょうどいい石が。おりゃ。当たりはしたが、でっていう感じだな。でっていう感じか。でっていう。よし。あ、これでもこっちからなんかはしごあるけど、これ何、これ登れないの、こっちからだったら行けそうじゃない、登れないのこれってこと、ダメな。アイボーさん、これちょっと頑張れよ、これ登れそうじゃない、アイボーさん。マジかい。あとはもう扉しかないもんね。扉一個一個調べていくしかない。倉庫 E の扉、倉庫への、もうだってなんか大した情報絶対得られないもんな、これ。もうね、耳当てろ。はい。お、かすかに女性の怯えるような声が聞こえたような。いいですか。なんもない。罪ですよ、これ。それこそフォークリフトか。でもフォークリフト落っことしちゃったしな。伊達くん、あと30秒もないわよ。めっちゃせかしてきますやん。お、なんかモンモンしてない？なんか怪しいな、これ。倉庫への扉だ。お、なんか開けろってある。はいはい。お、開いた開いた開いた。お、なんかあっちも扉開いた。何あれ後ろ。何か出てきたぞ。このような工程で作られる糊は平安時代貴族の間で貴重品として扱われ。急にどうした？余計なナレーションをつけるな。いやー、ここ切り抜けたとしてももうちょっと微妙だよな、時間。あ、オーバープした。あ、ちっちゃくな、あ、ちっちゃくなった。え、どういうギミック？ちっちゃくなってどっか行ったけど。これは確かに犯人巻いたかもしれない。下もくぐっていけるんじゃない？あ、また行き止まり。もうちっちゃい殺人鬼なんなん。次はクレーンに吊るされた木箱が邪魔してるのか。あの木箱の下、何かなかったか。とりあえず戻って持ち上げてみるか。え、でも多分登れないよ。彼女の体を縮め握る音音音、生々しいよ。もう時間ないけど、これいける？クレーンの木箱いける？俺登れないよ。だって気合で登ってくれるかな。やっとクレーンだ。ダメだよね。木箱も散々調べたしな。なんか変化起きてる扉は？あ、あっちに変化起きてるな。もう時間がないわ。ないか。え、でもこれか？倉庫へ。あ、違う。あ、やべえ、終わった。絶対終わった。もう絶対無理だ、これ。これは、あ、むしろ多分さっきの電源盤に戻らなきゃいけねえんじゃねえか。ちょっとこれやってみっか。はい。クレーンに吊り下げられていた木箱だ。もうダメだ。これで多分ね、これはね、さっきの場所に戻らなきゃいけない気がする。一旦ちょっと諦めっか。リトライしようか。じゃあちょっと待ってて。いいところまで進め直すしかないもんな、これは。だよね。リトライ。メンタルロック3解除に残り22秒だもんな。もう全然ね、全然時間ないんですけど。このメンタルロック2解除からスタートかな。ここのチェックポイントまで戻りますか。はい。難しい。
ただひたすらに難しい。ちょっと待ってて。はいはいはい、よく見たらなんかこの空間ビーいけるっぽいわ。なんだこれは。金払う前のペイチャンネルみたいだ。何を言ってるんだ覗け。お、知人だ。真横からはあまり見たくないなやめろ。これね、きっとね、分かる人には分かるネタなんでしょうね。え、あ、知人だだけ、遊んだだけやん。謎の空間。おいおいおい、お前何してくれてん。今ちょっと問題解決したかと思ったのに、ごめん解決してなかったわ。ちょっと待ってて。お、はい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 、なんかいけた。なんか倉庫の扉、俺一個勘違いしてたっぽい。じゃあ、なんかぐにゃぐにゃになる、ぐにゃぐにゃ。とりあえずこの操作便ビンビンビンして待ってね。これは何かの操作盤か。これでクレーン動かして木箱を溶かせられるんじゃない。もうこれ格ゲーの超必殺技を入力し、うわ 2V1 しかねえ。もうこれゲームオーバーじゃんやり直しかな、しゅんやん。ダメだ、動かない。なるほど、これでダメなら。え、格ゲーのあれダメだったんだ。あ、少々お待ちを。はいはいはい、来た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 。ここで操作盤 B。 これはもうなんか格ゲーの超必殺ダメだったから、一回調べてみる。このクレーンのものか。ああ、おそらくな。試しにいじってみるか。どうしよっか、格ゲー必殺ダメだったから、もうレバー上げてみる。今回は上げろ。わかった。あ、上がった。普通にいけた。だって前回超必殺技やったから、超必殺技入力すると思うじゃん。下に何かあるな。またこれ体入れるやつじゃない。これでやっとクリアできそう。あ、なんだ。お、イリス全力疾走じゃん。瀬島あんな全力疾走できるか。お、おかげでた。おお、助かった。夢の世界だと分かっててもなんか助かったことは嬉しいんだけどな。なんとかイリスを助けられたようだが、あの影はやはり、え、瀬島なのかな。でも機敏に動きすぎじゃね。あれかな、自分の体は動いてると思ってるけど、なんか年にはかなわなかった。つまり瀬島の脳内ではあれぐらい動いてるけど、旗から見たらそんなに動けてない的な、そういう現象なのかな。さすがにないか。でも別に何も情報得られなかったじゃん。イリス助けて終わっただけだぜ。これで瀬島が改心するとかだったらわかるけど、そういうゲームじゃないしな。救済 What?さっきのソムニウム、イリスがいた。寝てるね。ええ、モニタリングしてたから知ってるわ。正体不明の人影がイリスを刺し殺そうとした。それを伊達さんと相棒が。あの人影は瀬島自身である可能性が高いわね。マジ？彼が客観的に認識している自身の像。ああ、やっぱだからそんなに機敏に動いてたの。それを伊達さんの自我アルゴリズムが処理した結果、あの姿として現れたものと考えられます。何をごちゃごちゃと話してる。お、起きてる。用が済んだならさっさと解放してくれ。もうちょっと機嫌悪いんですけどじゃあちょっと時間もいいところまで来てるし、今回はここまでかな。うん、まあ、次回はちょっと瀬島にもう一回イリスのこと詳しく聞いてみようか。まあ、あんだけめった刺しにするってことは、相当イリスにね、悪意っていうか憎しみを持ってないとできないことだからな。笑ってる？咳込んでる？もうちょっと問い詰めていきますかね。はい。それでは、しゅうやんでした。またね。